Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さん、こんばんは。10月26日火曜日、午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤ、お送りいたします。今日はですね、このキウナゴヤはですね、ハロウィンナイトでございましたね。こちら3人ね、コスプレしてるんですね。はい。うん、王子、うん、王子はですね、あの、ディズニーに出てくるね、グーフィーっていうね、あの、ワンちゃんいるんですけど、そのね、着ぐるみ着てるんですけど、これがね、毛布みたいでね、とっても暑くてね、番組終わる頃にはね、中に着てるね、T シャツがね、汗だくだと思います。誰かにプレゼントしようかな。滑り王子、マスクマンでございます。はい。いろいろ迷った挙句、結局ダンサーズに案を却下されてドラキュラになった味噌煮込みスキーと、この格好ですね、懐かしい大村コンに似てると言われているダンサーズでございます。とっても似合ってるよね。いやでも本当はウォーリーなんでしょ。ん？ Don't worry。 もうウォーリーじゃなくて大村コンにしか見えないよ。そうですね、はい、はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマは歯磨き。今週のテーマは歯磨きです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話のゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストはラジオパーソナリティをされていらっしゃいますサッピーさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。とですね、まだですね、先週のね、はい、スイートで来てますので、はい、お読みしたいと思います。はい、お願いします。シュープリームさんからですね、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント王子。そうだよね、摩擦抵抗ないんだ俺。はい、スイートといえば甘い新婚生活が真っ先に思い浮かぶのですが、あの甘い生活はどこに行ってしまったんでしょうか。つい先日2回目の結婚が山あり谷間ありながらも、10周年を迎えましたが、あ、おめでとうございます。谷ありじゃなくて谷間なんですね。うん、谷間なんです。谷間なんだ。谷間、谷間になってる。うん、うん、ありながらも10周年を迎えましたが、今や結婚とは名ばかり。写真を見るたびあの頃の甘い毎日が幻ではなかったんだなぁと不思議な気持ちになります。あ、某ピープルウェーブのオフ会でダンサーズさん、ミソさんとご一緒した折、目を当てられないほど仲睦まじい様子でしたが、ぜひ秘訣をご教授ください。いや、シュプリームさん、シュプリームさん、残念ながら
亀夫婦です。亀夫婦です。はい、いや、そんなことないよ。なんかツイキャスで、葛飾の陳さんが、はい、だんだん王子さんがつむつむに見えてきたんで。つむつむ、ああ、つむつむね。まあ、ゲームにも登場しますよ。刺激のめちゃんが、ダンさんのはウォーリーを探せのウォーリーさんで当たってますって。大村コンです。ほらみんなどこまで通じるの？そうだよ、大村コンのネタもちょっとなかなか年齢的にね。年齢的にね。葛飾の陳さんが、みそにさんの雰囲気が宝塚の男役って。あ、そうだね。あ、そっかそっか、なんかそんな感じに。そうですね。なるほど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。メールいきますね。はい。ツイートで。フルムーン新一さんからです。はい、ありがとうございます。ツイートといえば、スイートルームですかね。ローマ字のスペルは違いますが、あ、そっか、ちょっと違うんですね。スイートとスイートは。で、もちろん泊まったことはありません。皆さんはスイートルームに泊まったことはありますかって。ありますか？ないですね。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 中の上ぐらいはあるけど、スイートルームはないですね。スイートルームないですよね。はい。誰かご招待して。見たことはありますけどね。ね。見たことだけ。部屋を見たの、ね、部屋を見たことだけ。ああ、見ただけですね。はい。ありがとうございます。はい。続いてですね。はい。おばあからもらったプライベートテッドさんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ホテルのスイートルーム、一度でいいので泊まってみたいな。特に沖縄のリゾートホテルで何もせずのんびりとホテルライフを楽しんでみたいですね。宝くじでも当たらないと無理かな。皆さんはスイートルーム泊まったことありますか？風邪などひかないよう体調に気をつけてお過ごしくださいね。ということでございます。ありがとうございます。うん、だから王子ないんだよね。誰かご招待してよ。それもね、全国のあの美魔女のね、お姉様方を一緒にね、王子一人じゃ怖いから嫌よ。一人じゃダメなんだ。おだまり。じゃ嫌。おだまり。はい、では行きますよ。はい、はい、フルムーン、あ、すいません。キリナオヤの皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。スイーツ。ある飲料水 CM のキャッチフレーズで、美味しいものは糖と油でできているって言ってますね。糖と油の取りすぎは体に良くないからな。躊躇する十分すぎる年齢です。汗でも生クリームに薄くスライスされた生いちご、それを薄いパイ生地でサンドしたミルフィーユが僕は大好きです。読谷村大木にあるジョワジョワというケーキ屋さんのミルフィーユ、糖と油の過剰摂取しても良いってぐらい気にな良いって気になっちゃいます、うんうんうん、ではではって美味しいだろうな。ずらも美味しいでしょう。ね、食べたくなってきちゃった。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。はい。はい。今年のスイートで、最近話に上がっているのは、さつまいものスイート、食べ物ですね。スイートが食べ物ですね。うん。さつまいもは、あの石焼きで焼いた石焼き芋、ホクホク、温かい上にあの甘さが美味しいので、久しぶりに、食べてみたいですね。あとは秋限定のスイートな食べ物なら栗も食べたいですね。ってことでございます。うん、ね、やっぱり秋になると栗きんとん。栗きんとんよね。あれにね、渋いお茶はね、王子それはいいんですけどね。うんうん、本当ちょっとこう甘味料ですかね。ちょっと甘い感じが強いのはね、あんまり食べないんですよね。一口食べて、うん、ちょっともうあれかなみたいなね。うん。そうか、私は甘いの平気だけどな。やっぱ自然なこう甘みのがちょっといいのかなって気がしますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。泉佐野の特急サザンさんです。ありがとうございます。スイート、甘いっていう意味かな。僕は甘いコーヒーが大好きで、コーヒーカップにガムシロップなら2個、角砂糖なら3個入れて飲むほど甘いコーヒーが大好きです。しばらくこの飲み方続くでしょうね。じゃあまたね。っていうことで、ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、なんかでも、うん、いますねって、いらっしゃいますよね。結構、角砂糖いっぱい入れるって、あれコーヒーの味どうしちゃうんだろうっていう人。ああ、うん、もう、コーヒー牛乳みたいな感じ。もう牛乳っていうか。もう、あれだね。うん、わかるわかる。うん。甘さが勝っちゃった。甘さが勝っちゃった、うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さてさて、うん、CM、あ、ゲストコーナー行きますか？ゲストコーナーですね。はい、では、はい、ゲストコーナーでーす。
名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。本日は FM 豊見でパーソナリティをされていらっしゃいます。サッピーさんです。こんばんは。こんばんは、サッピーです。どうもご無沙汰しております。お久しぶりでございます。久しぶりです。お元気でしたでしょうか。元気もりもりでございます。うん、改めまして、サッピーさん、はい、自己紹介の方お願いしてもいいですか。あ、はい。私、沖縄県豊見城市、FM 豊見で毎週月曜日夜8時からパーソナリティをしております。8時はやっぱり、はいはいはいの、サッピーでございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。こんな感じでいいんですかね。いいですけど、はいって、えらい、テンションが低かったから、あれと思ったんですけども。低いですか？あ、今上がってきました、今。ああ。ありがとうございます。はい、まあ、最近、私もラジオの方、聞いておりまして、はい、ありがとうございます。収録になったっていうふうに聞いてるんですけど。はい、そうなんですよ。まあ、一応コロナがあって、まあ、緊急事態宣言中は、はい、まあ、収録での対応だったんですけど、はい、まあ、その他、もろもろ事情があって、はい、今は、生放送が、まあ、できない状況なので、まあ、収録で、放送しております。はい。はい、ああ、そうなんですね。そうすると、もう今、告知の方とは、うん、とかっていうのは、どのような形でされていらっしゃるんですか？収録ですか？そうですね、収録の告知ですね。告知、もう収録が、なんですか、決まってないので、私のお仕事の休みに合わせて収録なので、はい、まあ、とりあえず収録する前日に告知させてもらって、っていう感じですかね。はい。そうなんですね。そうするとですね、まあ、いつもね、曜日が決まってるのとはまた違いますので、ちょっと大変ですよね。そうなんですよ。だから、まあ、聞いていただいてる皆様には、もう大変申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、うん、
なかなかちょっと生放送が今できなくて、本当は私自身はしたいんですけど、まあまあちょっといろいろたゆみの事情もあるので、まあそこは仕方がないかなっていうことで、はい。そうなんですね。で、まあ。そうなんです。生放送したいです。そうですよね。今この、はい、これ今生ですので。ありがとうございます。久しぶりの生ですよ。はい。そんな、その番組にもですね、投稿させていただいているもの、はい、まあ、隣にいるんですけども、今、はい、ドラクラの格好をしております。はい、はい。サッピーさんご無沙汰しております。みそにこみすきです。あ、お久しぶりでございます。ご無沙汰しております。なかなか収録となるとついついですね、タイミングを逃してしまって、はい、本当にすいません、メールがちょっとしばらく遅れてなくて。いえいえ、もうでも本当に、まあ、収録なのに、こうメールをいただいて、本当にいつも感謝しております。ありがとうございます、本当に。いえいえ。なんかツイキャスでですね、泉さんの特急サザンさんが、はい、サッピーさん、また番組にメッセージ送りますね、って、泉さんの特急サザンさんから、ツイキャスで。全然来ないんですけどね。そうなんですね。あ、きっと今じゃ今日良かったです。今日、きっとサザンさん思い出して、うん、きっと出してくださると思います。そう。待ってるんですけどね。ということで、泉佐野さん、泉佐野さんよろしくお願いします。佐野さん聞いてる？メール出して。埼玉の郷さんが、サッピーさん飲んでないよねって聞いてますけど。はい、え？飲んでないよね？アルコールを飲んでないよねって聞いてるけど。なんでかしら。今飲んでますか？5本ぐらい飲んでますけど。そうです。飲んでないです。なんかそんなの飲みたいのかな。飲みながらでもよかったかもしれないですね。ですね。はい。ああ、そうですね。やっぱり収録はやはりそう、あれなんですね。その、やっぱりタイミングもあるので、そう。で、告知をして、っていう感じですね。テーマっていつもどのようにして決められてるんですか？もう本当になんか、こんな言い方したらあれですけど、適当です。思いつきで、うん。そう、本当に思いつきなんですよ。皆さんどうしてるんですか？リスナーさんから、提案もあったり。提案もありますね。ありますよ。うん。いただいたりもしますから。あとじゃあ、ちょっと次の収録が金曜日なんですよ。はい。あ、そうですか。はい、金曜日。テーマ考えてもらっていいですか？じゃあ、テーマ。じゃあですね、はい、今からそのテーマを考える人に変わります。うん、じゃあ。はい、お願いします、はい。ちょっと嫌ですけど。お久しぶりです。マスクマンです。お久しぶりです。ああって。またですね、収録する日があったらまたね、教えてください。名古屋から突撃しますので。いや、じゃあ、マスクマンさんは全然メール来ないですけどね。来ないでしょ。だから、突撃しますので、うん、ちゃんと今回はね、スーツ着てですね、パリッと下に分けていきますので、はい、周平さんに止められないようにしていきますので。お黙り。ただね、ちょっとコスプレの状態になってますので、お坊ちゃまくんって漫画のね、貧坊ちゃまっていう方がいらっしゃいましてね、前はパリッとしたスーツ、はい、後ろはね、素肌が見えるっていうね、うん、私のプリティなお尻が見えちゃうんだけど。お黙り。ダメかな？お黙り。うん、もう、おきらに入れないですね。たどり着く前におきらに入れないの？そうですね。もう名古屋から出れない。まず。まだ、それはいけませんね。ちょっとじゃあもうまたね、コスプレを考えてですね。あ、今日もしかしてあれ？サッピーさんもあれ？コスプレ姿？あ、そうですね。もうはい。あ、やっぱり嫌味みたいなものを被ってるわけ？お黙り。もともと嫌味やわ。今日なかなかいいでしょ。なかなかいいでしょ。久しぶりで、うん、いいですね。いい感じです、ね。だってね、前の時にね、リスナーの方から王子、はい、ね、サッピーに対してね、いじりがね少ないよって言われましたんで、今日はね、はい、もういじっていじってで、ね、いじりまくろうかと思ってね。もうそれを期待して、毎回待ってるのに、うん、そんなにね、大したいじりが。だよね。こういう本番になると弱いんだよね。本当に。そう。わかるでしょ？知ってるでしょ？案外ね。で、後から反省するんですよね。そうなの。結構ね、打たれ弱いから、ね。打たれ弱いからね。シュンってしちゃうもん。
本当に。でもね、今日ね、あのね、サピさんの声を聞いてね、テンション上がりますよ。はい、上がってないやん。え？いや全然上がってるより思えないんですけど。本当？じゃ血圧はちょっと上がってるかもしれない。お引き取りください。ダメだよね。いや本当に今日はね、あのね、こう嬉しいですもん。お久しぶりに、ね。あ、もう私も。うん、私も嬉しいですよ。このゲストっていうのも本当に久しぶりなので、嬉しいです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだよ。スペシャルゲストだもん。そんな感じではなかったですよね。いや、私と思ってますよ。もうね、スペシャルゲストだからね、今日はね、成長をお迎えしないといけないと思って。じゃあ、あと、うん、あと30分喋らせてもらっていいですか？いいよ。いいよ。うん、あの、サピさん、ごめんなさい。この番組、はい、30分しかないです。あの、延長しましょう。あ、それで、あの、サピさん、せっかくですので、放送日と、はい、ね、番組の案内をしてもらってもよろしいですか？あ、わかりました。はい、FM テレビで毎週月曜日の夜8時から1時間放送しております。まあ、今生放送できないので収録にはなるんですけども、うん、まあ、ちょっと、ブログで告知させていただいて、あの、テーマ発表するので、ぜひメールください。そして今土曜、毎週土曜日の夜18時、6時からですね、再放送もやっておりますので。はい、再放送もありましたね。はい、お聞き逃された方はぜひ聞いていただければと思います。二度楽しめますね。はい、はい、本当ですよ、サピのことある。サピさん、あの、ね、実はですね、今日のテーマが歯磨きなんですけども、はい、いろいろ、歯磨き、テーマが歯磨きなんですけど、いろいろありますよね。また、いろいろありますね。歯ですね、歯。うん、ね、まあ、例の武器をなんかいろいろと。そうですね。あるんじゃないかなと思ったんですけども。じゃあ、私も、あの、はい。自分の番組のテーマ、はい、歯磨きにします。歯磨きにしますか？歯磨き粉何使ってるにしますね。じゃあ、被せるとあれなので。歯磨き粉何使ってる、うん、じゃあ、はい、今週金曜日っていうことは、もう今からメール送っていただいてもいいですよね。もう全然、はい、ぜひ送ってください。はい。じゃあ、メールアドレスお願いいたします。はい、はい、アットマーク、FM とよみ、数字の 832.com ですね。コムです。はい。大丈夫ですか？これで。あ、はい、サピさん、もう一度お願いいたします。HAI で、はいですね。はい、で、アットマーク、FM とよみ、HMTOYOMI 数字の 832.com になります。はい。あと、ギネスさんが FM とよみはどうやったら聞けるのっていう質問をいただいてます。うん、この方、沖縄の方ではないってことですかね。あ、一応で、ネットの方ですね。ネットの方のご案内しますと、はい、あの、リスンラジオ、リスラジ、はい、もしくはマイチューナーラジオで、はい、お聞きいただくこともできます。はい。ということで、はい、ですね、特急サザンさん、歯が出てるからかな？私は歯なんて一言も言ってないんですけどね。スナッピーも言ってないんですけどね。ね、一言も言ってないんですけどね。なんでですかね。ということです。はい。はい。はい、あ、ナッティナチコさんが毎週何曜日ですかっていうのは放送日のことかな？毎週月曜日です。はい。はい、マンデーです。マンデーです。月曜日です。はい。はいはい、埼玉の郷さん、はい、メールアドレス正解です。ツイキャスにメールアドレスを載せていただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ナティナチョコさんの、はい、月曜日ですので、ぜひお聞きいただければと思います。ということで、お願いします。サビさん、お時間となりました。早いですね。早い。ございます。はい、なんか隣の人が何か言いたそうな。王子、なんか一言ある。一言？うん。はい、はい、はい。地獄を見るわよ。はい、ありがとう。ということで、宣伝してるでしょ？最後の最後にもう。サッピーが滑ったみたいになってる。そうよ。いいよね。ということで、はい、今日の、はい、はい、本日のゲストは、サッピーさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
はい、ということで今週のテーマ行きたいのは山々なんですが、はい、味噌煮込みスキー賞の抽選をやりたいと思います。はい、はい、私王子がですね、皆さんから来ているですね、うん、この応募券ですね、うん、応募券じゃあメールですね、はい、ちゃんと折って入れてよ、箱に、こう混ぜしますので、はい、ちょ、折ってよ、折って、何その混ぜ混ぜって全然混ざってないし、まずまずしようと思ったの。はい、ちゃんと早く早く。はい、そんなにスピーディーできないんだから。早く早く早く。そんなスピーディーできないんだから。ちょっと待って。はい、もう行くよ。はいはいはい、行って。はいはい。行って。はい。はい。早く行って、早く。はい。これです。うん。はい。はい。じゃあ開けますね、私。はい。はい。味噌煮込みスキー賞三重県3点セットが当選された方は、じゃじゃん。あんつばさんです。おめでとう。はい。三重県の品々が南大東に行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。南大東島に送らせていただきたいと思います。そして、はい、最終の、うん、3週連続企画、最終のプレゼントは、うん、マスクマンからです。そうですね。私、王子からですけどね。はい、今日のね、アスダ君だって T シャツをね、皆さん。いや、ちょっと。それじゃないね。ないよ。はい。紹介して。はい、ですね、名古屋のソウルフードでございます。名古屋でね、絶大な人気がございますね。スガキ屋さんから出てるね、豚骨鍋つゆ。で、これでいろんなね、鍋をやっていただいた後に、ラーメン、生ラーメン入れてね、はい、食べていただくとね、はい、スガキ屋さんのね、ラーメン食べてるのと一緒でございますよ。うん。あとはですね、はい、この付属というかね、セットものでよくあるんですけども、うん、混ぜご飯の素。あ、これ美味しいです。これ美味しいんですよね。別に炊き込みご飯じゃないもんですから、うん、そのままね、炊いたご飯に混ぜる。混ぜるだけです。混ぜるだけです、うん。これをね、皆様にね、プレゼントしたいと思います。はい。キーワードは、ね、ちょっと今日はね、難しいよ。はい、うん。キーワードですね。キーワード難しいよ。はい、昔ですね、リスナーさんからですね、滑り王子をですね、滑り卵と言った人がいますのでね。はい。今日のキーワードはね、はい、滑り卵。もう一度お願いします。はい。滑り卵。間違いないでね。はい。漢字難しいからね。はい。滑り卵。キーワード、ぜひ書いて、ご記入の上、ご応募ください。はい。件名には、プレゼント、応募と書いて、うん、はい、住所、氏名、電話番号、本名の方ですね、書いて送ってください。はい。締め切りは、今週金曜日23時59分までとなります。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、もうエンディングのお時間です。そうです。うん、はい、もう一回。来週のテーマはキッチン台所。この番組は FMJG 本部町誠餅店、名古屋東海協和、ザ・カバーズ、大城バネサの R サプライ、名古屋熱田トッペロン、那覇首里中村製菓、はい、名古屋中川名木、真っ赤なメルセデスさん、こちら。ごめんなさい、時間がなくて。いや、ちょっと最後ちょっともたもたしたね。うん、はい、ツイキャスまだ残ってる？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日もね、はい、いいですか？はい。はいはい、今日もね、充実したね、番組ができましたね。いや、ちょっとね、実はね、歯磨きのテーマでご紹介できなかったので、うん、来週で、キッチンと歯磨きと両方紹介したいと思います。うん、はい。ありがとうございました。はい、まだ5秒あります。はい。ガラガラ。